こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。今回は難しかった冬野菜3選をお届けします。個人的な見解が多いですが、何かのご参考にしていただけると幸いです。それでは早速1つ目、ほうれん草。もう色忘れた。ほうれん草は種が硬いので1日浸水します。それでは難しかった栽培の様子をご覧ください。次の日、10月2日種まき当日、種をまく場所に線を引きます。こうしようか。こうやって丸のところに巻いて、この丸のさ、そうできそう。浸水した種をまくのは少し難しいです。種に土をかけます。パラパラーっと。仕上げの水やりですが、かなり豪快にいきましたね。ほうれん草さん頑張ってください。1週間後、10月8日まばらですが発芽しました。10月14日少し間引きます。11月5日割と大きくなってきました。引き続き間引きます。その後少しずつ成長はしましたが、12月中旬に成長がストップしました。ということで小さいですが収穫します。今回のほうれん草栽培の改善点をまとめました。1、間引きが遅かった。2、肥料が少なかった。3、真冬にも成長し続ける。実は昨年もほうれん草栽培に失敗しました。相性が悪いのかもしれませんね。続いて2つ目、芽キャベツ。9月10日、ひょろひょろの苗を植えます。種から育ててみましたが育苗に失敗しちゃいました。でもせっかくなので挑戦してみます。初めての芽キャベツ栽培、果たして。1週間後、うまく根付いたようです。10月16日、今日は肥料を追加します。適量を入れて土と混ぜます。しっかり混ぜないと腐敗の原因になります。10月14日、大きくなってきました。10月29日、
ひょろひょろなので支柱で固定します。11月3日なんかいい感じです。うまくいきそう。11月11日そろそろ芽キャベツが出てきてもいい頃ですが、しかし12月10日一向に芽キャベツが出てきません。1月9日年を越してしまいました。収穫は諦めましたが栽培を続けてみます。4月1日糖が立ってきましたので終了ですね。次回は種ではなく苗を購入しようと心に決めました。最後3つ目、白菜。白菜も種から育ててみました。9月21日、優しく植えていきます。実は前回も失敗したんですよね。どなたか白菜の育て方を教えてください。1週間後うまく根付いたようです。10月2日、大きくなってきました。土が少なかったので培養土を追加します。11月3日、結構大きくなってきました。期待が持てます。11月5日、肥料を追加します。土と肥料をしっかり混ぜます。土が硬くなっていたので土のマッサージも兼ねて、11月11日、中心部が結球してきました。結球とは葉が重なって玉状になることです。12月10日、少し白菜っぽくなってきましたがまだまだふかふかです。1月4日もうこれ以上は大きくならないでしょう。収穫しちゃいます。外葉を取り除いていくとミニ白菜が取れました。食べます。ということで白菜の栽培の様子でした。2年連続のミニ白菜となってしまいました。種からの育苗は難しい印象でした。次回はホームセンターの苗を購入してみます。最後までご覧いただきありがとうございました。何かのご参考になれば幸いです。今回ご紹介した野菜たちの成功例があれば教えてください。
時々失敗もありますが、ぼちぼち菜園ライフを楽しもうと思います。菜園仲間が一人でも増えると嬉しいです。